もう途中の時はもう喉が疲れてきました。あれ？はい。もっと近づいた方がいいと思うけど。はい。それでは行きます。画面左側がドリラ、画面右側がショコラでございます。よーい、始め。おっと、ドリラ、大丈夫かな？大丈夫そうだ。動いている。さあ、その間でショコラはいいポジションに来たが、ぜひ1、2、3、まあ、スキップダウンという、まあ、有効な攻撃と攻撃じゃないかの判定があるんですけど、それはもう全て僕の独断。ダウン、わー、僕が見てかっこよく倒れたと思ったらダウンで、かっこよく倒れないと思ったらスリープです。僕の独断変形なので、そこは気にしないでください。おっと、ベシベシ叩いているが、そこら倒れない。スリーダウン、はい。さあ、はい、ワンダウン。ということで、3回スリップするとワンダウンになります。まあ、スリップしまくって、こう、あ、スリップ。あまり良すぎて、ちょっと厳しく取りますよ。はい、もう割と僕の主観になっているので、僕の印象が良ければどうなるかという感じですが、こっちがなかなかクリーン、ドリアの方は当たってるんですが、なかなか倒れてる。おっと、ダウンで、ショコラはスリップ、ドリアがダウンでショコラがスリップ。ワン、ツー、はい、 OK ですね。まあ、こちらが表面の感じ通りです。さあ、行きたいと思います。スリップ、はい、スリップ、はい、まあ、非常にスリップ、スリップ、はい、おっ、さあ、今のは落ちるんですが、スリップ、はい、さあ、スイープで決着はなっているんですが、まあ、なのでぶっちゃけ世代の方はスイープ意味ないんですが、さあ、どうですか。ただあまりにスイープしすぎると、スイープ、スイープ、当たって方向と作った方が違うので、自分で転びました。はい、スリップ、スリップ。じゃあ、こちら、はい、タイムアップのやつだ。じゃあ、これでこう3回アクションあって、スリップだったら同点にします。ちょっとルール変わって申し訳ないですよ。はい、同点ノーカウント。そして、じゃあ、すいません、ちょっとグラグラで申し訳ないですけど、タイムアップでダウン数が同じなので、ドローとします。すいません、ちょっとグラグラで申し訳ありませんが、これにて、じゃあ、ドローということで、両者引き分けということで、まあ、両者ありがとうございました。すいません、本当審判がすごいグラグラで申し訳ないんですが。